こう出てると、はい、こうなってるってことは、はいはい、床が当たりますね。当たりますね、はい、飲み込みにしたらどうかと、つまり、うん、こっちの方をこういうふうに、うん、なるほどね、こういうふうに入れて、うんうんうん、こう引き並べるときに、うんうん、ちょっといいですか、もう一個は、はい、こうなるんですよね。そうそうそう、ね、そうじゃないです、そうじゃない、これ取っちゃって、うん、こういうふうになる。ああなるほどね。そうすれば、はいはい、あらかじめ壁画の方をこっち切っちゃって、うん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 、もう下はちょっとありあの深くありますから、はい、ここまでもう全部入れちゃうわけですね、はいはい、であのこういうのも、はいはい、入れといて、はい、でそうすると、うん、こう床はまだ引いてないわけですけど、うんはいはいはい、こういうふうに引いていくわけです。こうですよね、はい、ここに来るように、つまりこういうふうに引いていくわけです、はいはいはい、この上にね、はい、こうなって、うん、こういうふうになるってことですね、はいはい、こういうふうに引いたらどうかと。ちょっとここに隙間は、隙間はこれを切らないとダメです、はいはい、切れば大丈夫ですね。切れば大丈夫、うん、こういうふうになるんですね。隙間はない、隙間ない、うん、ここまではつら来るわけだよね、あの石が。オッケーオッケー。じゃあそれでいいで、はいはい、合わせてですね、はいはい、まあ、こうなってます、はいはいはい、ちょっと持ってきましょうか。はい、そうですね、すいませんね。ここが一番大事なところなんで、うん、これとか、まあ、接着剤、はい、ちょっとこうやっちゃえば、あ、そうですね、それでいいです。すればここのつら一緒にしてね、はい、ここが、うん、あの頭切って、あのピンを切っ て、うん、こうなる、はいはいはい、こうなっていけば、こうなっていけばね、はい、あ、いいじゃないですか、これで、これでね、はいはい、並べるときにこれで並べていただければ、うんうんうん、あの OK です。でここまで寸法合ってるのかどうか、向こうから並べてきて、あ、それは寸法合ってるはずですよ。これが石でもうこれは決まりだから、ね、ここまでですよ、とりあえず。ただ向こうにもちょっと入るのかな。3100、3100ないね。3090ですね。うん。ねえ、だからどっちにしてもこっちの方は切らなきゃいけないのか、はいはい、まあその辺はちょっと並べながら余裕を持つと、はい、分かりました。今のやり方でこっち側の方はこうやって、あの、分かりました、はいはい、どうなるんだろう、そこでこうきますよね、でこうですね、この上、こういうふうに、はいはいはい、こういうふうに、もしこれが出てるとしますよね、はい、下に、こう、こうやって、下に出てるとしますね、はい、そうすると、こういうふうになるってことです。なるほど、なるほど。あくまでもこっち側、これにこう当てていく、はいはいはい、床の方がね、はいはい、こっちの方が下まで飛びます、はいはい、そうしないと、これ、この部分が、はいはい、はいはいはい、グランドのレベルよりも下に来てるわけです、ね、はいはいはい、グランドのレベルより下に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 貼っておくということです。じゃあちょっとここは下に遊びがあるから行けるってことですか。行けます、ね、はいはい、これはもう掘ってでも何でも、分かりました、分かりました、じゃあそうしましょう。あとは、うん、その上に付き合わせる、はいはい、 OK ですね、これで、はい、これで7、こういうところは、はい、ここ石貼っちゃいますから、そうですね、はいはい、で、あとはこれがはいはい、分かりました、 OK です。あの、あ、枝の動きだけ、こういうところ、はい、とか、あと上のあれ、新たに作ります。いやいや、あの、今コピーしていただいてる上で、その上僕が少しなぞれば、これ枝が出てくるんで、多分ですね、はい、まで、はい、そこまでですよね、え、そこまでですよね、はい、あ、そうですね、だからこの辺だけちょっとメリハリをつければ、それで上も、ここら辺がよくわからないので、あの、あれですよね、大きな枝、はいはい、あ、それでね、ちょっと、はいはい、ご相談と思います、ね、はいはい。
全体を見たときですね、はいはい、全体のコースこうリンゴの枝の構造っていうんですか、はいはいはい、あのこのまま作る基本的に言えばこう、ね、こうこうなんですね。そうですね、はい、ここに、はい、これはあの高橋さんがお考えになっていたように、はいはい、ここに、はい、こっち側とですね、はい、この向こう側に、はい、ここに差があると、はい、この木がこう、どうなんでしょうそれ。差があるっていうのは、ここに少し空間ができる。ここ今白く取ってますよね。ちょっとね。はいはい、これで多分向こう側の、はい、あの奥行きね、はいはいはい、されたと思ってたんですが、この辺にもし奥行きがあるとですね、うんうん、この枝が向こう行ってくれるなと思ったんです。はい、手前の枝にこの枝に対して。はいはいはい、ただね、はい、この枝とこの枝は同じぐらい出てきてるんですよ。あ、そうですか。そういうことなんですよ。じゃあそこは一緒なんですね。わ、はいはい、かりました。だからあのむしろこの見えない方が奥で、前出てきてるんですよね。ああ、そうですか。こうなってるんですね。でこっちも出てきてる。だからこれとこれは同じぐらいの面でいいんですよ。ああ、そうですか。はい。あとこれとね、このだから3つが、ちょっともし今コピーしたの見て、ちょっとだけ強調するんだったら、今ここでしょ。だからこれをちょっと強調して、ええ、からこれをちょっと強調して、ええ、でこれを強調すれば、じゃああとはもうあのここもちょっと強くします、はい。そうですね。そしてこっちにつなぐ。はいはいはい。そうですね。あんまりこう崩すとあれだけど、はい、あのちょっと枝が強く出すぎるとダメだけど。これは。これはそうですそうです。この辺に向けないといけない。はいはい、はい、そこですね。はいはい、これが3つ目、1,2,3、これだ、これです。1,2,3、そうですね、これ、はいはいはい、そうですね、それが多分こっち、そうです、これがですね、はいはい、ね、これだけちょっと後でやってみます。はいはい、そういう、その葉っぱを少し、はいはい、あの枝に直しておくと。そうですね。だからそうすれば全体できた時にあのぼやっとしないと思うんで、はい、だなるべくこれとこれとそれからこの辺はやっぱりちょっと入れときたいなと思うんですよ。そうですね、はい、じゃあそれちょっと木炭持ってきてますのでちょっと後でやってみます。いやでも大体いい感じですね。なんかコルクの線もうまくいったじゃないですか。え、そうですね、はい、これであの10センチのマスになってます。はいはいはい、これは9センチ。そうですよね、だからちょうどいいぐらいだと思うんですよ。多分これで、はい、あとは調整しながら、はい、僕の希望は、あの前も申し上げましたように、この目地がずれなければありがたいです。多少はいいんですけどね、これがね、それが通るけど、はいはい、そうです。多分ですね、はい、一つずつの枠の中で、はい、あ、そうですね、ちょっと開くと思います。それが開いて結構です、はい、で、あとは大体これで、はい、これを目安にやってますから。そうですね、はい、変わらないと。わかりました。じゃ あの結構です。うん、だいぶ安心できて。これ例えばかかってる、あ、そうか、それはね、そうか、原画かかってるのか。じゃあそれ食い込ましてください。あのコルクを固してください。コルクを、ここもコルクを固してもらって、ここもコルクを固してもらっていいです。コルク切ることできます？できないよね。1個か2個ぐらいだったら切れるといいんだけど、この2個だけです。ん、こことここだけ、2個だけ。あとは全部入ってますよね。こことここですよね。こことここだけですよね。そうですね。2個切れれば。うん、じゃあそれやってみましょう。すいません。そうすると理想的ですね。ダメだったらもうあのこれ。葉っぱの方もね。うん、はい、葉っぱの方ですよね。どういうふうに持ってくるか。まあそこは切って葉っぱを入れる。はい。もしあれだったら、ここまでにして葉っぱでごまかすか。こうやった。はい、はい、あのまた2日間組んでおきます。そうですね、はいはい、はい、コルクはもう本当最低限、
1、2個切れるんだったら切ると、無理だったらもう石で何かやって、はい、それでこれはもう直接ビスでこのまま止めていけばいいんですよね。そう、コルクはこれを、はい、壁にこのベニヤを止めますよね、はい、その上からこれはもう次回に。じゃあ今これでもうつけてるんじゃなくて後でやるわけです。重くなってくると、そうですね、この下のコンクリートの壁がありますよね、はいはい、これビスはそこまで。ああそうかそうか、ベニヤで止まるわけ、ね、なるほどなるほど、わかりました。じゃあこのやっぱりラインが決めですね。そうですね、はい、この赤と黒のマジックの線がきちっと取れてれば横でやっていってもできるということです。はい、わかりました。じゃあちょっとだけそっちの方考えてみます。ここ黒い線かなんか少し入れられますかね。すいません。枝です。これは枝です。はい、枝だけ描いてます。はい、これをあれとして葉っぱで覆われながら、そうですそうですそうです、はいはい、だからできればここら辺黒い石でラインを少し入れていただけると流れが出てくると思うんで。
若干明るい緑も入れていただければ、黒いのもまあもちろん、はい、だからここら辺はきちっとちょっと黒めでいいと思うんですよ。はい、いいです、いいです。少々いいです。はい。あと金のリンゴだな。はい。だからちょっと明日明後日は金のリンゴ中心に置いてってもらって、で枝と金のリンゴがだいたい抑えられたら、あとは緑の葉っぱは適当に。ええ。なんか割ってほしいっていう。
どんな感じですかね。境目。これとこれ、はい、はい、取り付けてから出ないと置けないんですよね。ああ、はいはい、はい。うんうんうん。そう。はい。あ、どうも。あ、いい感じで来てますね。あとやっぱり黒い線を少し多めに作ってもらった方がいいかもしれないですね。はい、はいはい、あの幹の方はだいぶいい感じになってきましたんで、それで金のリンゴがバチッと入るとかなり良くなると。はい、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 わかりました。はい、はい、そうですね。あのちょっと強弱ついていいと思います。はい、はい、はい、はい。だから今やってるとこあたりがかなり大きい方だと考えてれば、ここはね、
はい、そうですね、はい、あの白い四角いブロックあったじゃないですか、あれが基礎基本ぐらいにしていけばいいんじゃないですかね。はいはい、はい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 、わかりました。で、ここさえ決まればね、はい、はい、ちょっと並べてみてください。それでやっぱりあれですかね、こっちとかあっちやるときに右の一面とか左の一面とか残してた方がいいですかね、つながりとして。あ、横向きでね、そしたら助かるな。というのは枝がこんなにずれちゃったりするとまずいんで、はい、じゃあ そうしましょう。はい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 、はい、分かりました。そうしていただけると分かりやすいと思いますので、で要所要所またちょっと木炭でその枝だけ入れれば、はい、いやいや、これやっぱり大理石で大成果だったですね。うん、あ、どうも。あ、こっからだとちょっとずつ、ちょっとずつ形が。あの大理石 あの光ってるのと、あの光ってないのと両方あるんですよ。なんていうの、流れを作ったり、流れを作ったり。ああ、そうですね。うん。で、これで全部コルクの。パチッとこう踏まないほうがいいでしょ。はいはいはい。そう、うん。でもこれでもそんなおかしくはないですけどね。うん、この平行にするか、今それ斜めなんですよね。はいはい、そうですね、はいはい、この辺もね、はい、どうするか。あ、そうですね、決めない。そうですね、はいはい。これはあれかな、今の状態だとこれが浮いちゃうのかな、だいぶコルクの方が、白から言うと。うん、はいはい、あ、ちょっと浮いてくるか、はい、なるほど、うんうん、そのぐらいするといいな、意外とこの、うんうん、はい、だからコルクから2ミリぐらいだったらいいんですけどね、あのあんまり低くなっちゃうとちょっと態度を取り付けたみたいな感じがしちゃうんで、それでこれを取ろうと思ってます。ああ、この分の、うん、ああ、そうかそうか、そうですか。はい、あの横田和子先生、どうも、はじめまして。バトキンの先生でいらっしゃる、モンゴルの。バトキン、バトキンですね。あ、この、うん、あ、そっちの方、あれ、琴じゃなくて、ここが何だっけ、呼吸みたいな。ああ、そうですか。非常勤で。ああ、そうですか。国際理解教育もご専門で。ああ、そうです。教育学科の先生。よろしくお願いします。高校先生は、教育学科の非常勤。なんかあんまり音楽は僕はダメなんで。ああ、もうビジュアルだけで。いやいやいや。いや、これがドンと来るとかっこよくなるだろうな、ね、やっぱり本物の色っていうのはいいね、大理石の。
あ、そっちでもいいですね、細いのは。そのぐらいの茶色ね。あ、それ結構言うこと聞きますね。いいかもいいかも。あ、いいですよ、これで。うん。意外とこれで、ねえ、ちょっとそれをラインにして、はい、それで今さっきの。うんうん。あ、いいんじゃないですかね。はいはいはい、はい、で、あとね、周りに緑がくればいいんじゃない。あ、いいんじゃないですか、かなり。あ、いいです、いいですね。うん。うん、遠目から見るといいと思いますよ。よいしょ。で、この辺にこう金が来ていいじゃないですか。ねえ。うん。あ、いいいい。なかなか渋くなりますよ。いやいやいや。うん。うん、いい、なかなかいい渋さになってきましたね。うん、いいんじゃないですか。あの大体こう。